はい、こんにちは。ハイデヤキチャンネルに来てくれてありがとう。ありがとうございます。北半島のゲストハウス、ほほどどほほどどさんです。の第一スタジオから共用スペース兼放第一送スしタジてオおりでます。す。隣の人がおかみさんで、ナナです。なんか、何ですか、柳沢さん。7チャンネルみたいな奈々ちゃんね。ハイデヤキチャンネルですよ。デヤキさんはい、でーす。今日はではすい。ね、まあ、何回も YouTube 出してるんですけど、女が結婚することになったとうん。いうことを聞く場合があるわね。そうですね。柳沢そうさん、そうそう。女、女子友達が多いか多らいね。からね。若いしかも。うん。で、そういう場合は必ず言うわけね。うん。うん。これだけは片時も忘れる。片時も、1片分1秒時も、たりとも忘これれるな。を絶対忘れちゃい忘かれん。ちゃいかもう手に書いとけと。ん。うん。手にですか。手に 書いとけ と。手に書いとけ。それぐらい嫁入大りに事な。際して重要そうな、そうそうそ重う要そう。な。で、それは何か言うと、はい。まず男は5歳が上限。上限です精ね。神年齢が5歳以上はない。ない。男は5歳児5歳説。止まり。これが、それから男は宇宙人。宇宙人。何何考考ええてるとかかわわからん。からん。それから野良犬。うん、放浪する嫌とだき。と帰ってこない。嫌だと家に帰ってこない。ふら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 してふる。らふら。いや、ま自さ分のこに、と言ってんじゃない。柳沢さんの、違う、何言ってんの、柳違う。沢さんです、これ。違う。柳沢さんは5歳が上限。柳これ沢ね、さんは全宇宙世人。界柳の、沢さんは野良男がこれなんだっ犬。て、自分のこと言ってんじゃない。黙る。いやいや、言ってる。という、これね。だから、これを片時忘れちゃう男はこれだよ。っていう話。なるほど。立派な人間だと思うから、間違いなるほどね。立派な人に嫁いだなんて思っちゃいけない。5歳。5歳。で、今度は男が、うん。結婚するとことおうおうになったとおうおう。おうおう。言って聞いたら、おうおう。これ、あ、逆バージョンもあるんだ。あるじゃん。片時も忘れる。これは片時も忘れるな。うんうん。手のひらに書いとけ書いとけど。なんか今透けて見えちゃってるんだけど。で、なんだ言ったら、女は鬼。意義あり、意義あり。女はあり。だからあんたね、おい、もうまさゆきくかわいい女の子だと思ってん。鬼じゃないよね。鬼。女は。鬼じゃないけど、本人がおるからあ、言い鬼にくいもだけ今出ちゃ怖いってう。言ったよ。鬼ってことやんか、若い。だから、あんた女だと思ってたんだけど、鬼なんだよ。鬼が姿を変えとる。なんでなんでその根拠でね、は。大体ね、うん。女で生まれるともう33%鬼なんだ。33%。いろいろあるパーセンで、テージの結中婚すで。ると66%。上がるんだ。で、子供を産むと99%。鬼になる。すごいね。1%だけなんだ。女が残ってくるのは。すごいな。あれあるでしょ、ゆうずるっていう。あ、あるあるある。うん。なんか、部屋鶴での恩返しね。反物を折ってるの見ちゃいかんっていうのうんうんうん、見たか見ら、た。どっか帰ってっちゃっうんうんうん、わかた。る。あれでしょ、鬼な。あ、そっか。あれは鶴だったけど、嫁は鬼だったと。女全部鬼な。30%。もう生まれた時。で、結婚すると66%鬼になって、子供が生まれるとと 99% 99%。鬼な。だけどね、鬼でないと育てられん。ああ、子供はね、心を鬼にしてて、ことわざがありますね。それなで、るほど。鬼と5歳児はうまくいくんですかね。行くはずないじゃん。どう で、これ何べんも言ってるけど、ニューヨークのドコモっていうところね、まあ、ちょうどあんたぐらいの年の人がいて、お話ししたら、全くその通りだ。その人が、旦那さん外国人だ、アメリカ人だ。全くその通りだ。ということは、日言っとっ本た。人に限らず、全世全世界界共中。通そうの。そう。全世界共通。それが、まあ、トロントでさ、27歳の若い女の子こういう話したら、うん。もう全く理解できんじゃん。うもうそんなことは考えたこともない。ない。理解できん。そこで、宇宙人はエイリアンっていうのは、エイリアン。まあ分かっとったんだけど、それから5歳はいいよな。5歳は5歳で分かるんだけど、野良犬が分からなかった。なんていうのか。そこで初めて聞いた。なるほど、スなトるほリートドッグっていうストリートのが、ちょっドッとグ。まあ、日曜の人の犬、あれ、いないんだよ、向こうにね。ああ、トロントドラにあっちに、で、分からなかったけど、
あの、ストリートとかだったら、いや、そんなことは私は理解できして、一生懸命、それは27だから。ああ、まだね。理解できない。まだ理解できない。で、その、ハンダの、俺が仲の良かった医者ね。うんうん。歯医者。うんうん。某。某。市長。市長の首切れる。すごいですね。次お前やれ、みたいな感じ。うんうん。後援会長。うんうん。その人の奥さんが、あのうちの旦那大体7歳ぐらいだよって言った歳で考えてることは7歳でそれ院長だ歯科院長だ7歳で、まあ、そうですかって言ったら、まあ、今度結婚する人はあんな人だったら結婚せんのか言ってよっぽど懲りちゃったでもそのね2歳 それがもう7歳で言ったとその人が市長を首切るんだもんもうお前やめろみたいな。俺と仲良かったから朝ね6時ぐらいに喫茶店行くんだおい行くぞみたいな感じで車乗って今の大きいあのクラウンに乗ってスーッて行くとあの喫茶店だ、うんうんうん、でその、あの医師会委員長は新聞見中日スポーツ見て協定の予想するわけそこで、うん、その協定でなんか自分の思って船が来そうだと、うんうん、お前今日暇だろうって言うんだ暇じゃないですよって、うんうん。暇って何もやってないやないかとか言われて。帰ってきてくれ。協定の件を。ほ、うん、んで帰ったことある。何でも。で、その時に、あの、その歯科委員長は、中日スポーツで協定見てるわけね。うんうん、で、自分は、あの、朝日新聞とか、中日新聞なんか見てるわけ、うんうん、読んでるわけ、うんうん。そうすると、その、あの、歯科医師会の政治連盟っていうのがあって、うんうん、あのどっかの総理大臣に1億渡したとか、うんうんうん、なんとかに愛知県でもあったの愛知県でもあの吉田とかなんとかっていう、うんうん、あの国会議員がじゃないあれ医者が歯医者が逮捕されたのへでそれ見てこうやって見たあの歯科、あの、うん、歯科医師会の政治連盟の誰それがこれ逮捕されたみたいなことで、うん、言って先生これうんうん、逮捕されたのに、ちょっと見せろみたいな感じで。急に。バーッと撮るんですよ。で、見て、こうやってじーっと見てさ、うん。で、もうワルが逃げちゃってるじゃないかっていう。うん、司会し、ワルじゃないやつが捕まって、ワルが逃げちゃった。下っ端が捕まってる。そう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 、そうやって言うの。で、その、それで、その、司会委員長に、うん、なんでそんなこと知っとるんだって、うんうん、俺がこれやっとったし、とっとった。それで、あの、奥さんが言うには、うんうんあんなことやってたらそのうち捕まると、うん。もう分かった。だからやめさせた。うん、そんな、あの、歯科医師会の、その、うん、そんな役員やるんだったら私離婚する、うん。実家帰るって言ったっって、うん。で、やめさせた。もう分かったらしい。別に、なんか。ああ、危ないと。危ないと、うん。ほんで。いや、奥さん、大手柄じゃん。どうだよ。なんで、でもそれじゃ、何鬼っていうですか。いや、鬼だ。だからその歯科医長が、あの、女を鬼だったらその通りだって言っとったもん。女を鬼だ。そんな助けてもらって。助けてもらったと思って邪魔してると思った。だから、政治家の後援会長やりたいわけよ。その市会委員長。たまに来るから、ね。市長の後援会長。で、市長も逮捕されたんだよ。なんとか言ったな。酒井っていうの。半田氏の。酒井って市長逮捕されたんだよ。へぇー。ほんで、その時に警察は毎日24時間、家の前に張り込むんだよ。新聞記者も来るんだよ。もう嫌だろうと家族が。そうだよね。はんでもうふんなむせの後援会長を引き受けるの、うん、私にもう離婚しますって言ったって言っとったの。うん、で、それからもううちのもうお母ちゃんが勘言ってダメだみたいな感じ、うん。またやりたい。気分いいから。気分いいからね、うん、みんなが頭下げるし、ね。そう。はぁ。だから、ね、そんな実例を交えて。男は5歳。男は5歳。上限。上限。うんでもその人上限超えたね奥さんよく7歳だからね、うん、そりゃあんた日本大学の歯学部で2歳加算されてもプラス2ですかだけども5歳一般的には上限5歳そうそうそうだけどその、院長の息子ね、うんうん今60ぐらいかな、うん歯医者後継いでやっとんだ立派に、うんうん、それはねもうすごい勉強家でさ、うん、評判良くて真面目で政治家との付き合いものすごい嫌いなんだ。もう覚醒遺伝だよ。みんなよ。あれ、本当にあれの子供かって言ったの。奥さんなんて言っとった知らん、奥さんだけ知って水ずっとね、どっから出てきたんだろうみたいな感じで。親とえらい違うね。息子。ほんで、時々息子が、お母さんのとこ来て、親父をちゃんと監視しろって言って帰ってくるんや。
変なことせんようにそうそうそう変なこと言うと怒られる。そういやもう言いまくっとるよ柳澤さん。仲良かった仲良かったからね、うん、大丈夫だね。ここでね歯科院長なんだけどなんか、うん、お金がないかな、ないらしいの付き合いもあるから、うんうんうん、お金がないでちょっとどうのこうのとこ、うん、お母さんが言うから、うんうんうん、金儲けなんか簡単だよって言ったんだもんね。それでどうしたらいいの、うん、どうしてっちゅうの、うん、どうしてってあんたがお父ちゃんに、うんうん、市長に、うんうん、全部10億円以上の話は、うん、柳沢を通せと言ってくれやいいやね、うん、とどうなるんですか、うん、どうなるんですんで俺が、うん、10億円以上の予算で何かやる会社の社長に電話して、うん、ちょっと話があるで来てくださいって俺が言うわけじゃん、うんうん、で米田かどっか言って、うん、ちょっと行儀よくしてもらうの困るんだけどって言って、うんうん、要はその 5% くらいよこせって言ったで現金もらうっていかんでしょ、うん、だから半田の近くにあげっていうところあるし、うん、あるある駅誰も寂しい、うんうん、あそこに誰も寂しいってヤギの人怒られちゃうね、あげ寂しいでしょ、うん、ほんでその最終電車に、うん、その乗ってきて、うんうん、1000万ぐらいの絵を置いて、うんうん、電車で帰ってくれやいいのじゃん。絵を置くんですね。絵を置く、金を置くんじゃない、うん、絵を、うん、でその絵を取り行って、うん、それを栄の画廊に売るとお金になるわけじゃん、うんうん、それで俺が半分お母ちゃんに奥さんに渡して半分俺がもらうと、うんどうん、みんないいわ、うん、ハッピーみんなハッピーや。でそれ10億円以上の予算使うとみんな電話して社長呼び出して行儀よくしてもらうな困るよって言ったら金困らんでしょ。そしてそう言ったらその奥さんが、うんうん、それって一番やっちゃいかんことだ一番やっちゃいかんことだっちゅうんだよ。悪いことだっちゅうんだよ。それで言うから奥さん素晴らしいわ、ね、さっきのあれといい。で俺言ったんだよ、うん、何言ってんですか、こんなもん俺がやるら誰かやっとるに決まっとるやな、俺がやるのは他の人がやる、で俺がやったら他の人がやめるだけの話、うん、そんなものやってるやつがおるから世の中うまく回ってんやから、ね、そうなんで金なんかいくらでも持ってきてあげるよって言ったら、そんな悪いことはできん、正義感強い。でそれに俺を直接受け取ったわけじゃない、うんうん、絵が置いてやった、それを警察届けず売ったからいかんよって話なんで、そうだね、その贈収賄じゃない、うんうん、忘れてった人もいるし、うんうん、でそれも誰か知らんの、うんうん、っていう、だからいいじゃんそれやり方が下手な捕まるじゃんって大体やり方が下手なの、粗雑っていう、なるほどですね、上手にやる、上手に何事もね、うんうん、という話です。何の話だったっけ。あ、男は5歳、男は5歳し、あ、じゃあもうハイジャックチャンネルに来てくだ、女は鬼らしいですよ、女は鬼です、はい、ひどいな、もう間違いなしです、可愛い鬼もいる、はい